人間、何をどうやっても事態が好転しないことはある。逆に何もやってないのに全てがうまくいくこともある。運命の女神様ってのがいるとしたら、そいつは本当に気まぐれな昭和の女に違いない。これはそんな話だ。え？俺が誰かだって？見ればわかるさ。